リアとタルトの潜入捜査は正解だったな。隣国の村まで襲ったのはやりすぎたな。山賊行為及び人身売買は重罪。それを国境を越えて行い、国際情勢を危険にさらした。ありがとうございます、旦那様。ルーグ様に拾っていただかなければ、死んでいました。だから、心も体も命も、すべてルーグ様のものです。一切容赦しないから覚悟して。SS 同士敬語はいいよ。歳も三つ違いだし。明日から2週間、魔法の天才の私がきっちり教え込んであげる。今まで何人の女の子を泣かせたのかな。SS 同士ルーグ兄さん、やっぱりコライド公爵は黒よ。お金の流れを追ったら、出どころ不明の莫大な利益が生まれていたの。うん、もちろんよ。私はイルグ兄さんの右腕だもの。組織は殲滅を命令している。おそらく今回はマフィアの構成を残したまま上層部を入れ替えるのが目的だ。あの中に組織の人間が潜入している可能性がある。それを勝手に殺すわけには。現的に様々な可能性を模索しています。ちなみに私は女神です。えっへん。あなたには剣と魔法のファンタジー世界に転生していただきます。そこであなたは勇者を殺してください。ワク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 。侵入者なんてひどい。愛する息子を見に来たけなげな母ですよ。すごく見てみたいです。大人になった証拠ですから。ではルーグと名付けよう。ルーグ・トゥア・ハーデ、私の後継者だ。この国にはトゥア・ハーデが必要だ。暗殺でなければ取り除けない病巣がある。アルテウサギの糞だ。まだ新しい。今日の訓練はこいつにしよう。転生して7年になるが、俺はまだ魔法が使えない。つまり運よく最強レベルで観光の旅をしたり、防御力全開で痛くない美少女に転生するということか。